はい、どうも新山です。今日は、瀬戸市にですね、麺屋花火が初上陸ということでね、オープン日に今日も指導に来ました。では行ってきます。3月31日本日オープン。準備は OK？ はい、マネージャーですマネージャーの三宅さんです。はい、お花もいただいて、今日ゆかも手伝いに来てくれて、はいはい、じゃあよろしくよろしくお願いします。よろしくお願いします。うちのお元気そうで何よりです。森さんさせていただきますので、はい、森さん今日よろしくお願いします。うっそオープン10分前。だいたい準備 OK？ はい、はい、よし、いいね。左側あるんで、右側、お願いします。はい、じゃあ、おはようございます。おはようございます。で、沢村です。おはよう、いらっしゃいませ。はい、入ります。お願いします。はい、入ります。お願いします。お願いします。お願いします。失礼いたします。失礼いたします。お待たせいたしました。お待たせいたしました。恐れ入ります。恐れ入ります。大変申し訳ございません。大変申し訳ございません。お客様お帰りです。おはよう、ありがとうございました。本日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。みんな緊張してる、ざわざわしてるよざわざわしてんじゃん、緊張してるの、もしかして。まあ頑張ろうねよっしゃ、もしこんなね、はい、5分前、よし、みんな緊張してるよ。最初見たいです。私がムービーと違う撮りたいぐらい。いいですか。いいよ、ね、ムービーを撮りたい。あ、やってるとこ撮りたいです。あ、自分の携帯で。あ、そうです。あ、いいですか。みんなにも見せれるはいはい、 YouTube アップしてるよ、これ、このやり方。先生も見せてます。よっしゃ、オープンしようか。はい、はい、11時なんでね、オープンします。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。お願いします。はい、いらっしゃいませ。先頭チーズ入ってます。あ、よっ。先頭ソロ肉さん、お肉さん、チャーシューさんです。あ、よっ。下に肉なしです。はい、よ。はい、最初の箱盛りであと2分の、はい、肉系大丈夫かな。
はい、手なし、手なし。お座りやろ。次に1分半でおもろ2つ上がるよ。はい。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ラインをきれいにするね。こんな感じで。こう。はい。よ。はい。はい、ありがとうございます。最後は2つです。はい。はい、ありがとうございます。さっき言ったやつな。そう。もっと届いて届いて、もっと上まで上げる。もっと上まで、高いところまで上げないと、ダムをね、半分だけ持つ。そんなに持てない。そう。それをもっと繰り返して、そう、よーし。そしたら縦橋で混ぜる。そう。その時は箸をね、ちょっと開いた方がいいよ。そう、よしよし。こうじゃなくて、こう、はい、こうで、すぐ抜く、はい、絡まる前に抜く、はい、で、最後まだこんな感じな、はい、はい、ここが肝心なんだ、はい、3回目でしょ、今、もっと高くなる。ありがとうございました。はい、今まかないを作ってもらって、
なかなか途切れないので、裏で立って台湾まぜそばの出来を味見したいと思います。はい、ありがとう。はい、ありがとうね。作ってもらいました。ではいただきます。いただきます。麺揚げもいいし、ミンチの量もいいし、うまい台湾まぜそばに仕上がってるわ。 OK。 うまい、うまいよ。おいめしします。おいめし、はい、少々お待ちください。ありがとう、ありがとう。喋ってください。レンゲは、レンゲがないっていう。おいめしいきます。これがうまい。いいね。ごちそうさまでした。はい、今日はですね、晴れて瀬戸市に麺屋花火が上陸しました。ありがとうございます。で、その瀬戸店でね、あのメインで麺揚げをやってくれるはるかちゃんです。はるかです。はい、はい。皆さんね、あの可愛くてすごい仕事ができるはるかちゃんに会いに来てください。お待ちしております。はい、ということで皆さんまた会いましょう。はい、ありがとうございました。バイバイ。